さあここからですね、先週のトップアイドル高崎翔子ちゃんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。今日見てるか、ツインテールはなんか今日は撮影会だったんですよ、うん、なんでツインテールで、うん、服装は、うん、普段こんな感じです。本当、はい、なんか模服スタイルです。なんかすっぴんじゃないの、今日どうしたの。いや撮影会終わって、うん、ちょっともう全部化粧落とそうと思って。ああ、落とちゃうんだ。なんか若く見えんね、すっぴんだとね。うん、年相応に見えるもん。そうですか。うん。いくつだっけ ?21 です、今。そうだよね。うん、やっぱそういう感じする。可愛く見えますね。でもなんか、うん、等身大に見えて、うん、いつも気張ってるじゃないですか。高翔ってなんかこう。うん、本当ですか。俺はそう思ってた。俺はそう思ってたけど、ずっと。いや、でも気張ってるんですよ、毎週土曜日になると。なんで得意はやっぱ分かってないかな。いや、もう、ラジオだと思って。負けられないって。いや、そう。頑張って。うん、まあでも負けられないっていうのは常にあります、うん、他のヤンヤンガールズにやっぱり負けられないっていう気持ちはやっぱある。違うんですよ、マネージャーが聞いてて毎週、うん、でラジオ、ラジオ、うん、で、まあ、ありがたい話終わって、うん、お疲れ様でしたってメッセージをくれるんですけど、うん、聞いてくれてるなって思って、うん、頑張ろうって思って。いいマネージャーじゃん、うん、そうなんですよ、マネージャーなんか、マネージャーなんかもう寝てるよ多分。本当に臭くなるんで、うん、すごい真面目なんですよね。だから頑張ろうと思ってるの。うん、正直どうなの、これももうあとまあ何回かであと何回卒業するわけじゃないですか。そうだよ、もうこれ他のヤンヤンガールズの人たち、うん、あと5、6回もう5、6回かな、ね、もう次のヤンヤンガールズも決まりだしてるんでしょ、これですよね。違う、ほら決まりだして1年前思い出しますね、うん、でしょ、はい、どうなんだよ、今日こうやってね、先週勝ち抜いたから今こうやって話できるんだけど、はい、やっぱ他のヤンヤンガールズに負けれないなみたいな気持ち、負けれないなっていうのは、うん、あるんですけど、うん、みんなキャラ濃すぎて、いやいやいや、今年はちゃんとしてる子多いよ。俺はもう2年しか見てないから、うん、まあ、得意とかありのとかの方が全然わかると思うんだけど、うん、去年に比べたらな、キャラは爆弾娘が去年はすごかったですね。去年はやっぱり本当にやっぱり突出した人間がやっぱ3人いたからそうです、ね、いい意味でも、いい意味でも悪い意味でも突出した人間が3人いたから悪い意味でもいたんですか。悪い意味でもいたんです。何回言っても、ね、何回言っても分かんないやつがで、その3人にやっぱり周りも引っ張られてたから、ちょっと異常な状況でしたよね。そうですね、全員状況だったんです、うん、全員変ですよ。だから大超変なやつ3人のおかげで全員変なやつなんですよ、うん、そこに引っ張られてる、私も負けねえみたいなのが出てきちゃうと変なこと言い出すから、みんな。なるほどなるほど、これが学校なんですね。不良が教室ってでこういうことなんですね。腐ったみかんの。そういうことなんだ。やっぱ排除しなきゃいけないんだ。いや排除ダメだ。いやいやいや、それは排除できない。それはね、それは。人としてちゃんとね、だって今日、今回やっぱみんな真面目だから、やっぱみんな真面目にな、それなりますよね。俺だから去年ね、あ、こういうラジオなんだと思ったもん。うん、あ、去年から。そう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 。去年とかもその前。あ、こういうなんか飛んだ子を集めてやるラジオ。そんな子一人か二人だよね、毎年。そうですね、毎年。そういうと、得意はもう何期ぐらい見てんの？僕は3、3期でしょ、3期か。だから、もう1個前か。4年、3年。でしょ、今回のメンバーよりも、その1個前が一番きつかった。1個前が一番やばかった。いや、まあやばかった。一番やばかった。やっぱそうだよな。その、篠原さゆみっていうのは、まあぶっちぎりだったんですよ。サビ、池田。で、あともう一人。何でしたっけ？豚小屋。小林。うん。3人もいたんですね。いや、それはもう僕もそれは経験してない。池田優子ちゃんって子はでも別なんか本当ただ無理してる変な子ですよね。あ、お会いしたことあります。あ、本当に、はい、グラビアでご一緒して。根は別に真面目な子だと思う、うん、だから今回の子たちはもう、あ、なんか売れそうな子たちがいっぱいいるし、もうある程度売れてる子たちもいるなと、まあ、高翔もそのうちの一人だしね、高翔もそうでしょ、で山根千佳ちゃんとかも相撲でもう出てるでしょ、ね、高田柊も CM 出てるでしょ、うん、で香川さやなんかもうモデルで結構出てるでしょ、うん、そうですよ ね高翔もグラビア出てるでしょ、うん、もうみんな仕事してんのよ。確かにそうですね。上林さんはやっぱりモノマネの営業で結構稼いでる。まあお天気お姉さんもやってたから、まあ、ラジオ関係なく最初からちゃんとしてるんですね、この。うん。そうかそうか。それで言うとやっぱね、高翔もね、うん、負けれない感はやっぱありますよね。そうですね。そうだよ。小玉優衣とかもいたじゃないですか。北海道の子。去年のやつですか。うん、去年のやつ。この子がだから結構悪のゴンゲかもしれない。悪のゴンゲ。ゴンゲですか。
ではないこの子、元気です、ね、この子は超普通な子なのに、すげえやっぱ周りに負けたくないから、それこそ無理しまくって。あ、もう背伸びしまくって。もうダジャレとかいっぱい言う。だから、1年間で5、6回キャラ変わったんじゃないかってぐらい変わってましたよね。うそんな子がいるおかげで。で、それでね、で遠藤美月が内田理央とか、君島美月とか、まあまあ、四条さんとかね、まあ、二藤さんもそうだわ。あの、埋もれちゃうの。ちゃんとした子が。はい、はい、はい。ちゃんとした子がもうおとなしくて全然出てこれないみたいな。なるほど、なるほど。感じに、拾ってやったりもするんだけどね、俺らもうなんとかしてやりたいなと思ったりするんだけど。みんな平等にね。うん。でも、ちょっとやっぱ突出した人間がいたからね、ここがやっぱり。木田さんすごいですよね。あ、そう、有名なんだ。あ、そうなんだ。すごいですね。雑誌の企画で、表紙を奪い合うっていう企画があったんですけど、なんかバラエティ企画をやってたんですけど、一人だけなんかすごいギャーギャー騒いでて、ギャーギャー、もうだからもうはっちゃけるでしょ、はっちゃけてました。だから なんだろうな、俺学校の先生の気持ちにちょっとなっちゃってんのかな俺。やっぱりこう問題児の多い学年の方が記憶に残ってることになっちゃうんじゃないかな。だからやっぱ去年の子は記憶に残ってるもん、すごい。で今年の子はやっぱりちゃんとした子が多い。いや、僕は逆にそのちゃんとしたラジオなんだなっていう感じの。そうな、こっから入ってきてる。ちゃんとした女性たちとちゃんとした話をできるラジオなんだなって思ってるから。うん。いや、良くも悪くも、だから本当に俺言ってると思うんですよ、事務所の人も。こうやって加藤さん、遠藤さん、有野さん、うん、まあまあ俺らみたいなのがいて、うんうんうん、まあまあ言ってもまあ芸能界で考えたらまあビッグネームじゃないですか、一応ね。全然ですよ。まあ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 。何もビッグネームじゃないですか。まあまあ、その、地方ですし。ビッグネームですよ。ビッグネームじゃない。何もない。だから、その、事務所的に、事務所的に、チャンスだぞと。うちもう、チャンスだから頑張ってこいっていうのすごい言われてると思うんですよ。まあそう言うだろうね。うん、昔までだったらその深夜のラジオノリというよりはもうバラエティ番組だと思って。それは何、ここで頑張ったらじゃあ加藤さんだ、遠藤だ、有野さんだ、吉村だ、得意だっていうのになんか他で頑張るかも、いやいやとか、これを聞いてる人も1ミリもないから、いやいや、それはそんなんじゃないと思うよ、うん、そんな1ミリもない、とかないと思うよ。練習というかそういうところで目立てないと今後いけないんだよ、今頑張って、あの、頑張ってやってきなさいっていう、笑わしてこいみたいな、なんかね、キャラをね、かかってこいよみたいな、なるほど、いじられておいでって、うん、そういうのでも前の方がだからあるってことじゃないの？うん。でも一前の方が、まあ、そうですね。そういう意味で言うとよ。まあだからこれね、残りがね、何週間とかになってね。5回とかですかね。うん、5回。5回？ 5回しましたね。うん。ね、5回ぐらいになって高崎さんはこう、はい、やり残したこととかあるんですか？やり残したこと、うん、私最初ギターやってますって言ったんですよ。言ってた、言ってた、急に言わなくなったね。ギターのくだりあったね。私毎週練習してるんですよ、レッスン通って。まだやってんの？やってます。生活費もギリギリなんですけど今、うん、家賃も削って、はい、それをギターで寸大に回して、うんうん、今もやってる、うん、でごちゃ混ぜ中に披露しようと思って、うん、練習してたんですけどそんなに上手くなんなくて、うん、何やってるの、何練習してるの、うん、有名な昔の曲とか、例えば禁じられた遊び、俺の親父のアルペジオ、やっぱアルペジオだよ、アルペジオ、アルペジオ、アルペジオ、エレキじゃないの、アルペジオ、エレキじゃない、エレキじゃないの、エレキギターです。お、え、アルペジオやってるの？アルペジオもあります。へぇ、全然機械があったらもう残り5回やから、うん、やるか、持っておいでよそれ。まだ上手くなってないんですよ。自己紹介のくだりがやりましょうか、こうしたら。あのー、心にやっぱり最後に、あの、ヤンヤンガールズ、俺たちやってます、うん、ごちゃ混ぜ。はい。最後に、自分が出し切れてないものをなんか出す週一回作ります。うん、あ、それいいですね。ね、それぞれが出し物、私やっぱこれを最後にやっておきたい、それやりましょう。マジで。うん、やりたい、やりたい、もうちょっと早めからね。我々のトークをちょっとなるべく短くして、やりましょう、うん、時間取っていっぱい。いいですか。高橋は、そのギターを披露したよね。はい、何曲名は。曲名はどうしましょう、うん、まだちょっと考えてないんですけど。何、でも練習、今練習してる曲でいいじゃん。ジミーページ行く、ジミーページ。ジミーページ。もっと新しいのでいい。別にその、俺ら世代に合わせなくていい。いやいや、もっと新しくていいってだからもっと。今、今。聞いて分かるやつにします。まあ分かると思うけど、ジミーページも別に。ジミーページも分かるよね。分かるでしょうね。有名ですから。時間の神様ですよ。難しそう。何かしらやります。毎日一応やってんの、寝る前に。
は疲れてる時はちょっとできないんですけど、週何ぐらいいじってるんですか？週3とかです。弾き語りめっちゃ弾き語りしてる。ギターは歌わないんですけど。歌わない、はい、ギターだけで。インスト高中ギターソロです。あ、高中そういうことです。高中、高中、高中、そういうことです。インストゥメンタルってことでね。うん、フュージョン、フュージョン、あの8フィンガーとかできんの？8フィンができない、うん、ナイトレンジャーの8フィンガー。そんなのできたらもうやってますよ。そっくに披露してますよ。ライトハンドとか。だからそんなライトハンド古いんだよ。そんな難しいのに。古くないんだよ。ライトハンドなんか今でもあるよね。でもなんかその創世紀の世代、超俺なんか漫画とかで読んでましたよ。ロックの神様とか。そういうの、そういうの。じゃあ練習して。練習して。じゃあなんか一曲ね。それをね、そういう。機会を持ちますんで練習しといてください。歌った方がいいんじゃないですか。だったら弾きながら。いや、私本当に音痴なんで。知ってる知ってる。ずっと弾いてますからね、毎週毎週。音痴なんでダメなんで。音痴だから歌はダメだなと思って。だからギターだったら大丈夫だなって思ってギターにしたんですよ。これギターだとやっぱそのたすき掛けにするからこう胸も強調できるっていうのも計算されてるんですよ、やっぱり。まあ、ギャップは欲しいなって思ってたんですね。そもそもなんでギターをやろうと思ったの？そこなんですよね。モテたかったんです。ん？モテたかったんです。男子に？ギターでモテる？女子に？両方です。男子からも女子から。いやいや、男子ギターできる女ええー、わーってないで。本当ですか？うん、でも、なんか何割増しとかって言いますよ、ね。いや、それはまあまあまあ。俺だ中学校の時にやっぱり木琴うまい女好きだった。木琴ですか？なんでなんですか？なんで俺目に入ったことないの、木琴やってる女の人。木琴やってる女の人。木琴うまい。トコ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 って叩く人いる。学芸会レベルじゃないってことですか？めっちゃやるってことですか？トコ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 って。あんまいなかったです。すいません、俺の知識は。あ、いなかった。俺すっげえ好きだったな、木琴うまい女。木琴か。それでギターが。やった方がいいんじゃない？そうですね。文化祭とかでやっぱ先輩がやってるとかっこいいな。かっこいい。あー、そうかもね。あ、そうか、まだ若いから。じゃあ一曲いきましょう。横浜金梅で男の勲章。俺たち、ごちゃ混ぜ集まれ、さあここからはヤンヤンガールズがスタジオに入ってきてくれました。皆さん元気ですか？イエーイ。では一人ずつ自己紹介お願いします。まあ、その前にあの今決まりましたからね、皆さん。あ、聞いてたかな？あの聞いてなかった？聞いてたかな、聞いてなかったかな。言ったらこの残りあと5回なんで、はい、ごちゃ混ぜの中で、はい、あの出し切れなかった、はい、一芸披露の会を皆さん作りますんで。あの高橋はギターをずっとやってて、ギターをやりたい。そっから始まって、でジュリちゃんは多分サックスでしょ？サックスなんですか？違う、サックスじゃない。だから今まで出してなかったわけじゃないってことですよね。出してもいいんだよ、やっぱこれを披露したいって。まだ出し切ってないなっていうのが、うん、もし皆さんあればそういう回を作りますから。貝野さんはやっぱリコーダーでしょ？全員楽器出し切ってないよね。出し切ってない。別にカンスでもいいです。カンバヤスさんモノマネでもいいってことですよね。いい、全然いいですよ。別にだからこのラジオも残すところまた5回なんで、本当にだからそこでね、ちょっと出し切ってないのをちょっと皆さん考えてください。それは頑張ってやりましょう、みんなでね。はい、じゃあ、はい、今日の自己紹介、はい、はい、お願いします。大相撲が大好きな19歳山根千佳です。はい、と最近寮の部屋のベッドの位置を寮の子3人に手伝ってもらって変えました。うん、テレビも見やすい位置になって、うん、部屋にいるだけですっごいルンルンなんですけど、うん、明日掃除点検があって寮母さんが部屋に入ってくるので、うん、あのベッドの位置を変えたことを怒られないかすっごい不安です。そしてあと明日から大相撲3月場所が始まるので。もう始まるの？そうです、とてもテンション高いです。よろしくお願いします。いいなぁ、うん、します。見てたよ今日。サタデースポーツですか？サタデースポーツ。今日も出てたんですか？相撲絡みで。はい。俺 J リーグ見たいからさ。あ、サッカーやってましたもんね。うん。見てたんだけど。まあまあまあそうですね。はい、出てたね。はい。もうちゃんと、もうちゃんとしてるんです。もうでも本当相撲のちゃんとした人だよね、もうね。明日かな。本当本当。明日から場所が始まるっつって、うん、NHK のスポーツ番組に呼ばれてるんだよ。そうそう。でもまだ。3回目でもね、すげえしっかりやってた。しっかりしてんね。で、俺見てびっくりしたもん。あ、出てると思って見てて、喋りもしっかりしてるし、振られてもしっかり全部返してるし、いやーすごいなと思った。やっぱ本当に詳しいっていうのが分かるから。僕はその過去2回を僕たまたま見てるんですよ、僕。うん。ほんましっかりしてる。
めっちゃ嬉しい。これは仕事になるわって、これ本当に、もう今日褒めたかったの、すごいなと思って。嬉しいです。あのな、こびた顔もしなければ、うん、あのなるほど。うん。あの、喋りによどみもないし、で、テレビ映りいいね。今が悪いわけじゃないよ。でも、より感がやっぱすげえありますよね。うん、テレビ映りがすごい、まあ、大事だね。キャスター向きかもしれないですね。うん、アナウンサーさんとか。いや、もう、そっちでいけるなと思った。20歳。いやいや、わかるわかる。19歳で。19、これで19ってのもすごく、うん、おらんからね。そこは、ほんまにおらんからね。同世代の方は、まだあまりで、もう、相撲界のもう、本当に、新生というか、新しいレール作ったんじゃない？うん、宝ですね。じゃあ相撲界的には、うん、いやそうかもしれないです。で相撲女子みたいな今日やってたもんね。そうです、その特集で。なるほど。増えてるのって相撲女子。それはどういうこと？相撲が好きな人ってこと？そうです。なんかそれを略してスージョって言うんですけど、そういう方たちがめちゃくちゃ増えてて、そう来てんね。なんかそれの先頭だもんね。スージョの先頭でしょ。全然褒められるでしょスタッフに。そんなことはないです。サタデースポーツの、あでもいつも詳しくてブログとかも毎日読んでますってスタッフさんとかに言っていただけるのはめちゃくちゃ嬉しいです。そうだよね、はい、フジテレビの方でもねトーナメントの方でもしっかりしてたから、はい、もう余裕だね。もうね、もう安泰だよ。安泰ですね、うん、それは分かんないので。いやもう安泰ですって。いい、一生懸命これからも頑張りたいと思います。ね、また謙虚できたもんこれ。ちょっとぐらい天狗になってほしかったですか？やっぱりちょっとぐらい天狗になってほしかったですか？いやいやいや、そこがいいの。ここがいい。うん、キャラがブレてない。なるほど、はい、うん、よろしくお願いします。最後ちょっとあれから最終日俺と相撲取るか。いやいやいや。相撲は取りたい側じゃないけど。相撲はやってみたいです。やってみたいの。相撲もやっぱりやってみたいですね。ガーン投げると終わりがやんでくる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、パレットの水色担当崎もこと時田崎です。うん、今週は私たちパレットのファーストフルアルバムラブ&ロールのリリース週で、1週間毎日リリースイベントでした。3日の日にサンシャインでリリースやったんですけど、高校の時の友達が見に来てくれて、久々に会えて1階席からたくさん手を振ってくれたのがすごく嬉しかったです。そして今渋谷のスクランブル交差点にパレットの大型広告を貼らせていただいていて、今日メンバーと見に行ってすごい大きい広告でびっくりしました。嬉しかったです。たくさんの方にパレットを知ってもらい、興味をもらえるといいなと思います。興味を持ってもらえるといいなと思います。まだ2回言ったらいいんだ。いや言えてたよ別に。言ってたよ、まあ、強調してんだね2回。はい、そうです。え、渋谷のどこに？スクランブル交差点の、あの109のとことかじゃなくて、のもっと手前です。ロクスタンカフェみたいなところ。あー、の上ですか？はい、縦になって、縦位置にね。見た、見ようとしたパレットの7人か。はい、そうです。すぐ分かる、もう行ったら分かりますよ。分かります、分かります。パレットがついに来ましたね。はい、来た。いや、これは来てますよ。かなり来てると思います、やっぱり。ありがとうございます。来てるんだね。よかったね。どのぐらい来てんの？もう相当来てんじゃないですか。相当って、例えばちょっともうちょっと詳しく教えて。まあ、だから、もうね、本当にもうすぐなんじゃないですかね。すぐっていうのは？なんかもう、売れるまで、売れるまで、出れるまで。いい感じになるまで。え、例えばミュージックステーションとかはもう出る感じ？あ、ミュージックステーションはまだですね。まだ。まだ。高いもんね。あの、ミュージックフェアは？ミュージックフェアはまだですね。あ、まだ。あれもまだ老舗はなかなかですよね。NHK の、ポップジャム。ソングス。ポップジャム？ポップジャムだっけ？今も。ポップジャム。ソングスは早いです。ソングスは早いです。もうないの？ソングスは早いです。ミュージックジャムでしたっけ？ポップジャムじゃないわ。知らない。あれそう。ポップジャム。ミュートマジャパン。ミュートマジャパン。あの、TVK のやつ。TVK の PV 流すやつ、ね。TV で。ミュートマジャパン。あ、でもミュートマジャパンは出てんじゃないの？ TVK 出てんじゃん。TVK ポップパレードですか？あれはじゃあ、ごめん。何それ。ポップパレード。乱発？何ですか？一個一個、いや、一個一個やろうか。ポップジャムは？ポップジャム。ポップジャムは、森口さんとかが MC やってたんですよね。違うのね。俺ら学生の時の NHK のやつでしたけど、それが変わって、今 MJ になってるんですね。うん、MJ？ はい。ユースケの。そう、あれとかもう俺、うん、でも、そろそろ。サンタさん。そろそろもうかかってんじゃないかな。まだ事務所には。あれは、ダイヤの歌の撮影は？
古いなもうそれそれ古いっすよそれそれはチェッカーズとか出てましたからそれ、はい、あれあれあれほらほらあのレッツゴヤング古いなそれも平成でチューブが出てましたから平成でやりましょうよ平成でほらあれあれあれほらほらなんカウントあカウントダウン TV カウントダウン TV はもうえで歌やってたんじゃないのオープニングテーマとか出てたかもしんないですカモかカモって聞いたことありますねそうでしょ、はい、カモ怖い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 やめましょうやめましょうやめましょう怖いから何出てたかも怖いから何で出てたかやめてやめて何で覚えてない過去作品出たかもしんないですえ過去の作品 Keep on loving you かなえオープニングテーマやってるんだっけやってないんだ今じゃなくて前ですかねうんそうそういつかいつかやってたよねいつかやってますカウントダウン TV 出たかどうかだけ教えて怖い怖い怖い出ましたえカウントダウン TV をご覧の皆さんって言ったあ言ったかもしんないですえそれは言ってないえそれは言ったマジでそれ何で覚えてないのえそれなんかさ家で言ったから怖い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 練習したとかダメだよ怖い怖いカウントダウン TV TBS のあの楽屋で言ったかどうかそうです楽屋では言ってないですでも多分でも俺パレットやってた記憶あんだよな違ったなんで知らないんだろう怖い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 今渋谷に出てるからそれ何が出てんのポストでしょ今の歌が、はい、今のラブ&ロールのアルバムのそれでちょっと出た時はちゃんと覚えておいて、はい、いろんな音楽番組はい、はいうん、了解です、はい、よろしくお願いしますお願いします覚えてないんだね了解です全部覚えてたそんなはいシュークリームとシューマイとシュリンプが大好きな高田修です、うん、最近すごく嬉しいことがありましたそれは地元の北海道で一番大きいイベントで札幌コレクションっていうファッションショーがあるんですけど今回その札幌コレクションの2015年度のメインビジュアルに選んでいただきました高校生の時からずっと受けていたあのオーディションだしファッションショーなので8年越しにあのずっとやりたいってメインビジュアルをやりたいって言ってたので8年越しに夢が叶ってすごい嬉しいですが今回私1人だけじゃなくて他にも女の子が2人いて3人でやるんですけど、うん、その2人が私よりももう何倍も何倍も知名度ある子たちなのでちょっと本番の歓声が今からすごい怖いですよろしくお願いしますそんなの気にするの何ですかメインビジュアルっていうのはあメインビジュアルっていうのはあの札幌コレクションっていうファッションショーのポスターとか、うん、あのその札幌コレクションを代表する人ですじゃあもう一番最後に出てくるんだ一番最初か最後か分かんないんですけど、うん、かなり北海道全体に貼られるポスターとかなのであそういうことか多分札幌駅とか、うん、私が通ってた大学とかにも貼られてたので過去にどこ大学に行ってたの浅井学園です知らないです浅井学園浅井じゃないですか健康ドリンクその浅井じゃないですか浅井ボールを最近できたのその大学最近できた大学浅井ボールとかのやつじゃなくて、うん、浅井学園って言われてるから浅井学園あの大浅にあった学校です大浅、うん、大浅ね、うん、大浅って書くとか、うん、まあそっちじゃないか分かんないな、うんそのポスターはさセンターは自分なのセンターじゃないです あと有名な人って誰なのビビのモデルの2人です誰名前言ってる八木有沙ちゃんってことエマちゃん あ知らないですよねその知ってる知ってる知ってるどんな感じですか八木さんあのほっそりした子だよね大体ほっそりしますよみんなほっそりしますビビのじゃあやっぱ知ってるんだもう一人は目がバッチリした大体そうですよもう一人はもう一人エマちゃんエマちゃんはエマちゃん知ってるあどんな感じですかどんな感じですかどんな感じですかエマちゃんラマみたいな顔してることでしょえラマみたいな違うよちょっと違うこんなそのエマじゃないでしょそのエマじゃないですそうでしょ、うん、なんかエマ違いだじゃん人間のね綺麗なモデルさんですなるほどでもすごい出世してるねすごいねどんどん仕事してるいやでもあの真ん中じゃないので野望がすごいよね高田のえ高田の野望野望すごいですね一番よくすごいと思う、うん、え出てますか出てる高田の欲はすごいマジで出てるえ例えばいやもうちゃんと毎週こんなでかい仕事してきましたって言うっていうのはもうすごいことなのやっぱいいことだけどでもやっぱすごい先週かなんか東京ガールズコレクションに誰と一緒に出たんだっけ東京ガールズコレ
ションはザワチンさんで、その前の大阪のショーが 8.6 秒バズーカさんです。出ました。だからザワチンの時からなんかザワチンさんと一緒に出てザワチンさんの歓声がすごかったですみたいに、はい、すげえこと言うなと思ったもん。なるほど。負けたくないってこと、こんなことやっぱ考えてんだと思ったもん。そうですね。それすごい大事だけどね。落ち込みました、うんうん、無尽蔵、高田の欲は無尽蔵。すごいですね。いやでも売れる売れる売れる人ってそうなの。俺もそう思う。売れる人ってやっぱそうなの。この負けたくないっていう気持ち強いんでしょ。すごいね。すごいよ。誰に一番負けたくないこのメンバーで。もう残り5回だから言ってみ。できる。はっきり言ってみ。もう会うことないんだから。ある。でもみんなライブなんだ。あと5回会うんだから。まあ全然ジャンルは皆さん違いますけど、まあチカちゃん。ああ。なんで？だって。すごいなって思うし、私よりも4つも年下なのに、うん、ちゃんと喋れるし、なんか尊敬の眼差しで見てます。なるほどね。なんかわー、潰し入ってる ね。なんかピリッとしました今全体的に。え、私たちじゃないの。でもそれは前から本人にも伝えてたし。本人にも言ってんの。これは高田の欲。すごいですね。うん、結構口に出すタイプですよ。そういうことやね。はい、だから落合博満タイプなんだよね、どっちかというとね。最高です。落合さんそうだ。落合さんそうです。自分でそれで言っていて、どんどんプレッシャーをかけていって、うん、ハードルを上げてあげて、自分でプレッシャーを上げて三冠を考えて。ああ、有言実行タイプ。はい、そういう感じじゃないの本当に。湯気実行できるように頑張ろうと思います、うん、まあでも今のところしている感じは、ね、何最終目標は高田の欲の最後あるそんなもの欲の果てはあるなんか私今モデルやらせていただいてますけど、モデルで言うと、雑誌の表紙をたくさんやることと、うん、バラエティで言うと、うん、ヒルナンデスのレギュラーを取りたいっていうのは、うん、お昼なんですね。まあ、川北真由子さんみたいなことか。そのレギュラーは大変だぞ。でも、レギュラーがいてるからね。あの、僕らとかじゃなくて、レギュラーがいてる女性のね。今、マギーでしょ？マギーちゃんとか。マギーちゃん、事務所の先輩なので。他の曜日とかもやっぱいろいろ、やっぱそこは大変みたいですよ、やっぱり。あ、そうなんだ。やっぱり言ってもこういう世界のことで3年ぐらい頑張ったらやっぱ入れ替わったりするんですよね、世の中じゃないですか、女性の方が特に、はい、それはそこはみんな大変みたいですよ本当に。あ、じゃあ遠藤さん本当に本当に素晴らしいですよ。俺はそういうタイプじゃないから俺はその枠じゃないから、その枠じゃないから、俺女性が、俺はあのこじるりとかで争ってる枠じゃないからまだちょっと違う枠でね、おじさん枠でやってるけど、やっぱり俺はだって高田の欲はもう欲しければ欲しい欲しければもう枕もやるよっていう、やらないやらない枕はやらない、まあ、まあでも可能性もありますよ、まあ、高田の欲は。いや、まあ、そう思ったらそんなこと、そんなのじゃないってことですよ。だからそんなのが欲に負けるぐらいの欲じゃないってことでしょ。枕なんて関係ないぐらいの欲ってことですよね。ああ、いや、それはしないですよ。そういうことでしょ。いや、しないぐらい欲があるって。そこは全否定してね、君ね。そこ、しない、しないですけど。しないぐらい欲があるってことですね。実力で、こう、上に上がっていきたいなって。ああ、そうだよ。で、最終的にそれでいいの？表紙と、ヒルナンデスのレギュラーでいいの？最終的には。目標にしてる人がいます。一番最後に教えてる。果てを、欲の果てを教えてる。欲の果てを教えてる。今見えてるか分かんないけど。言っちゃっていいんですか？言って。ゆうかさんみたいになりたいです。ああ、なるほど。ホリプロのゆうかちゃん。ホリプロのゆうかさん。ゆうか。ああ、ゆうかさん。ゆうかはいい子だよ。ゆうかはでも。いや、いい子だよ。いい子だよ。ゆうか良くないよ。全くなかったです、若い頃から。そうか。良くないけど。ぐらいから知ってるけど。いい子だし、できるから、こう、どん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 上に登っていったってことですね。周りが助けてくれる。口には出さなかったタイプだよね。あれで良くなかったですよね、コウジさんね。良くないように思いましたよね。聞いたことないですもんね。よく本人の口から。欲深いタイプだった、誰ですか、その、成功してて。それ言えないよ。言えないから。そうだよな、俺もそりゃそうだよな、何かでもいるんだやっぱり。まあでもこれから頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。女優もバラエティーもってことだよな、はい、マルチタレントってやつですね。かっこいい。はい、皆さんこんばんは、ジェリガの香川さやです。今日は神戸コレクションでした。ごめん、もういいよ、ごめん、いつもね、ちょっとちゃんと言った方がいいと思うんですよ。なんだっけ、ジェリガの、ジェリガ、はい、ジェリガの香川さやです。ジェリガのところがボケてはんねやったら突っ込まない。今日は神戸コレクションでした。たくさんの方が来てくださって楽しいファッションショーになりました。あるステージでピアスとネックレス2つ合わせて1600万円するアクセサリーをつけてラーメンを行きました。よろしくお願いしますなんか感想言ってよ。欲がない感想。 いつも緊張しないんですけど、やっぱりそれだけのものをつけて歩くと、あのこうはけてから
スタッフさんに言われたんですよ。なんかいつもより歩くの遅かったよって。慎重になってるってこと？そうですね。落とすのが早くなるよりいいことですよね。なんか早くなっちゃいそうじゃないですか。いやでも時間が決まってるから。そうかそうか、そういうのが決まってる。音とかも多分決まってて。でも怖かったです。落としちゃったりとか。落としちゃったり傷つけちゃったり。大丈夫しよう。口の中にいちゃいまったね。買い取りになるかもしれないですね。そうなっちゃうと。でもそれぐらいインパクトあったらね。おなんだあいつってなるかもしれない。なるかな。モデル業界ではならないんじゃないですか。なんだあいつ、あいつ食うぞアクセサリーって。もう二度と呼ぶなよ絶対。俺は昔トンネルズさんがそれでなんか高価なランがあって、一本何百万のランが、うん、ランがあったんだって、うん、でヒットスタジオって生放送の番組でなんかこうガードマンがいるような番組ね、ガードマンがいるようなランをのりたけさんが前に行って食ったっていうのがね、伝説になってますけどね。すごいですね、うん、すげえ怒られたって言ってましたけど。それそうですね、やればいいですよね。それね、同じようなこと。いや違うんですよ。トンネルズ、トンネルズ高田純次さんがな、昔な、清川虹子さんの何百万のダイヤの指輪口の中パクっていかない何回ビンタされても出さなかったやればダメに。違うんですよ、バラエティの清川虹子さんビンタバンバン離れてる高田純次さん一切口からそうなのバラエティじゃないんですよ。出さなかった。バラエティ番組じゃないんですよ ね、 そ、 ね、うん、それ見たかったけど、ね、次やりましょう。頑張って、いやバラエティの時はやろ。次はちょっと次もやらないで。バラエティの時やろ。高田さんはそういうタイプじゃない。高田さんはね、そのまま行こう、うん、のんびり行こう。一人行こう。のんびり行こうよ。よろしくお願いします。10年後ぐらいに一緒に酒飲もう。ね、10年後ぐらいにゆっくりおでん、おでんつつきながら、はい、ね、酒飲みましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、大阪府出身、上から読んでも下から読んでも今出前です、うん、私は最近ずっと来週から始まる舞台の稽古の真っ最中なんですけど、今回は初めて の、 あの時代物で盾とかにも挑戦してるんですけど、一番ためになったなって思うのは、毎日稽古の時から着物を着てやってるんで、自分で着付けができるようになったんですよ。すごいじゃん。そう、ね、それがすごい嬉しいなと思って、うん、でその舞台がですね、池袋シアターグリーンビッグツリーシアターというところで、うん、3月11日から22日の全部で18回公演するので頑張りたいなと思ってます。よろしくお願いします。それは本当に一回そういうの見に行ってみようか。遠藤、あ、全然いいですよ。フラット、はい、全然僕全然大丈夫ですよ。ぜひ、うん、行きましょうか。まあ別々でだけどあ、でもその約束ってことですね。いい、でも行くっていう約束だけ別に一人で一応約束ってことなんじゃないですか。一緒だったらまあね。でもみんな仕事してんね。してます。すごいわ。さっきチラシもらいましたけど、うん、もう結構なあれで。剣劇？朝霞さん出んの？いや出ないです。朝霞さんは出ないですけど、結構なで、ね、でかいやつだったよねきっとね、あれ。チラシがすげえしっかりしてて。そのさ、チラシをさ渡す人と渡さない人のそれ何の差なのそれ？違うんです。俺とか全然もらってないんですよ。ここに持ってきて。俺のがゼロだよ。え、違うです。違うです。聞いてください。あの、相手にされてない。マジっすか？俺ら相手にされてない。なんだよそれよ。違うんですよ。ここに持ってきて、この自己紹介中に渡しに行ったらちょっと間が悪くなるし、うん、ちょっとなんか。いや俺ね、正直ね、その有野さんとか得意とかってアイドル詳しい人にはちゃんとこう渡してんの、そういうの見てんの。違う遠藤焼いてんのか。遠藤さん、それは違うよ。一回ぐらい持ってきてよって思うもん俺でいないからでしょ。そうなんですよ、お会いしなくて、うん、たまたま通りかかった時に徳井さんが一人いらっしゃったんで。お会いするじゃん、だから現場には。そうなんですけど遠藤はね、そういうのうるさいタイプ。逆に渡して迷惑なんじゃないかって思っちゃうんですよ。ずっと見せたからね全員ね、それそう。遠藤は得意に渡して自分に渡してくれないっていうのに、やっぱりなんだなんだってなるタイプだね。プイってなるから、うん、本当ですか。すごいプイってなったら渡しても迷惑ではないですか、うん、迷惑だよそれ。難しいな。全く迷惑じゃないよそんな。おわーっつってな、花の一個ぐらい出そうかな、いけなければとかさ。やるやん、そら。優しい。うん。だからもう思ったことないからさ。花ばっかりオレンジになるわ。いつでも出せるようになっちゃうけど。花が家で用意してんすか。お花屋さんじゃ自分家からそんな花いらねえよ。花摘んで、あ、これ。あ、そういう花か。花大きい。いつでも出せるようにしてんのよ、玄関で。そうなんだ、そのルーツは。あれも何も言ってくれんが、もっと引っ張らしちゃう。枯れちゃいますもんね、もったいない。まあまあそんな感じで。今度から持ってくるんで、ぜひ受け取ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。お前そういうのうるさいよな。俺うるさいんです、もう。今のボケじゃないんだとしたら結構怖い話ですよ、ね。そうだよ。お願いします。はい、元船長の桃春こと桃川春香です。うん、
先週でちょうどトロピカル丸が休止して1ヶ月経ったんですよ。まだ1ヶ月か。まだ1ヶ月か。はい。でも1ヶ月で気持ちは収まった。ああ、はい。うん。で、なんかちょうど昨日、うん、その、元メンバーと会ってきて、で、ご飯一緒に食べてきたんですけど、1ヶ月ぶりに。はい、うん。やっぱりなんか、2年ぐらい一緒に同じ生活してきたメンバーが全く違う生活をしてて、私と。うん。やめちゃったから。なんかちょっと刺激的と寂しい気持ちと、刺激的。いろんな気持ちになりました。どういう意味刺激的って、例えば刺激的はどういう意味？なんか、みんな、ふらふら、なんか、ふらふらじゃないや。一生懸命トロピカルマル頑張ってたのに、うん、なんかやっぱり急に学校のことに熱心になってたりとか、うん、ああ大学？大学生になるから、うん、専門とかの準備してて、ああ、もうそっち、なんか違う道なんだなって思うと、すごい寂しい気持ちになっちゃって。刺激は？刺激は、みんなすごいいっぱい旅行してて、私も行きたかったなって。旅行？旅行？何旅行？友達といっぱい旅行行ってるんですよ。何？なんでモニカさんは行かなかったの？え？なんで行かなかったの？旅行。あのプライベートの友達と行ってるんで。うん。プライベートの。旅行行ってんだ。はい。なんか私結構みんなに暇そうって言われるんですけど、うん、意外となんか今月忙しくて、いや忙しいのって映画のやつでしょ、暇だろう、違うんですよ、ちょっと本当にみんなにそうすごい暇だろみたいな扱いされるんですけど、大体カラオケボックスいるんじゃないの、違うそれはなくて、あるの仕事、意外とあるんですこれが。何今週何した仕事？え、言えないことが多くて。いや嘘つけ。え本当。え何言えないことだ。ってことは映画とかそういうことでしょ？なんかで CM だとかそういうことだよね。まだ買いできないやつ、はい、ってことだ、はい、すごいよ。でかいでかい仕事ってことだな、ね、言ったら。はい。紙になるやつだ。はい。はい。映画なんじゃ。映画かわかんないです。でもすごい嬉しいのが一個決まったのかわかんないですけど、いいことあってわかんないです。いやドラマかもしれないよ。わかんない。シネマでしょ？違う、わかんない。CM じゃない？わかんないって言ったらもうシネマだよね。シネマですか？シネマですか？いや違うんですけど。違うの？はい。CM だじゃあ。違うんです。ドラマ？違うんです。何？いやなんか本当嬉しいことがあって。うん。イッテQ？違う。イッテQ。まあまあ。まだ言えないですね。でかいですね、それ。言えないんですけど、本当嬉しいことが。世界不思議発見のやつ。あれじゃない？本当？違う。すごい嬉しいことがあった。まあまあなんかやったのね。はい。だすごい忙しいんですよ、意外と。バイトの時給上がったか？ね、バイトしてない。してないよ。バイトしないで食ってるってことだから、まあやっぱ。エースこの仕事で飯食ってるってすごい、ね、エースなんだ、そう意外にしてんだね桃川さんね、本当になんかそうすごい暇じゃん扱いされて、うん、でも結構本当に一番心配だもん俺桃川さんが、本当ですか、うん、この今回のメンツの中で今回のメンツの中で、うん、それはそなんかメンタル的なことですか、メンタル的なもんもそうだし、うん、やっぱ解散したっていうのがね、まあそうですね、あの時期にそう、うん、一人になっちゃってね、大丈夫かなと思ってるよ、無理だろうなと思ってるし、そんなことないよね、そんなことないよ、映画がねだっていい感じでね今ね、映画もねやってるからね、はい、入ってくるし、忙しい、はい、忙しいのね、はい、大丈夫です、で今週何したの仕事、言えないんだね。いつか伝えます。教えて。はい。お願いします。はい。はい。こっそり教えます。はい。今週もよろしくお願いします。お願いします。はい。刺激一本タナミン氏、タナミンこと田辺美久です。私は今日名古屋のクレープ屋さんで一日店長をしていました。来てくれたお客さんにクレープを手を足したり、あと握手会だとか、あとトークショーをしてたんですけど、私はバイト経験がないのですが、イベントではその赤から鍋さんだったりとか、ビレッジヴァンガードさんで一日店長をやらせていただくことが結構多くて、様々な職に興味を持つようになりました。AKB はバイト禁止なのですが、いつかバイトをやってみたいです。はい、一人です、厳しいね、一人なんです、すごいね、何人とかじゃなくて、一人、田辺美久と、はい、田辺美久単体で、すごいね、いろんな、なんか、媒体さんっていうか、すごいんだね、田辺さんって、企業さんに、一日店長って、いや、ガチで働くの？あの、でも、あの、赤からっていう、あの、ちょっと居酒屋が入った鍋屋さんなんですけど、本当に注文とか取ったりとか、
え、ガチのお客さんのとこ行ってやるわけ？なんかもう本当は最初からやる前提ではないんですけど、うん、もう楽しくなっちゃって、もう自分でその注文を取りに行ってるお客さんにとか物出したりとかして、うん、結構サービスしちゃってて、なんかそれが楽しくなってきて、なんか自分の職業よく分からなくなってきたんですけど、すごいね、でもなんか楽しいなバイトって思う。トークショーはどこで出てやるの？トークショーですか、うん、もう本当お店のなんかお客さんと喋ってるってこと？いや、なんか特設ステージみたいな、なんかイオンさんとかだったら組んでもらったりするんですけど、レジ打ちとかもしたり。へえ、はい、いろんな仕事あんだね。やってます。まあ、頑張って。お酒もちょっとお酒好きだから、ちょっとお客さんから、はい、そうですね、ちょっと一杯どうすかみたいな。やっぱりなんかファンの人が一杯このなんですか、僕らが払うんで、僕らが払うんでって感じでごちそうしてくださったりとかもあって、なるほど、楽しいんで。楽しそうだね、商売やってみたいですね。売れてるね。売れてんね。いや、やっぱ一日店長やらせてくれるってことは売れてるってことです。しかも単体やからね。はいはい、すごいこと。AKBの何人かとかじゃないもんね。すごいことだね、それは。はい。頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。すごいですね。はい、すごい、すごいですね。もう、全然仕事なくてずっとバイト入ってて、自然に店長になるやつっているけどな。いますね。芸人でな。いますけどね。それと違うからね。聞きますけど、違いますね。はい。はい。妹が19歳になりました、溝口めぐみです。妹いんの？あ、いるんです。3人姉妹で。あ、そうなの？それで、すごい仲良しの妹なのですが、佐賀に住んでいるので、プレゼントを姉と送りました。はあ、妹の好きそうなメイク道具をお姉ちゃんが選んで、私は手につかない砂を選んでプレゼントしました。私も欲しくて、自分の分を買ったので、帰ったら遊ぼうと思います。よろしくお願いします。なんとかサンドってやつ。そうです、なんちゃらサンドってやつです。妹にはピンクのやつを買って送って、私は普通の砂の色のやつを買いました、自分用に。どうなの、溝口さん、忙しいの？私、忙しいです。最近なんかオーディションいい感じなんです。お、いい感じってのは、お芝居。通ってきてる。映画。CM とか。あら、CM とか。ちょっと待ってよ。2本決まって。すごい。一気に2本？はい。日本です。来てるね。日本決まって、あとはもうなんかデパートのその地区だけなんで、その区だけなんですけど、デパートのモデルをさせてもらえる。すごいね。そのさ、 CM ってのは何人ぐらいからこう勝ち残っていくもんなの？でも一次審査は書類じゃないですか、やっぱり、うん、送ってくれて、2次から面接でもう演技とかそういうのをやって、うん、すぐに1週間後ぐらいにマネージャーさんから受かっておめでとうとか、そういう感じです、うん、何系の CM？ 何系？飲み物系と、うん、あとは何系ですか？ドリンクとアプリ系ですね。おお、アプリ、はい、大きそうだね。やりました。やったじゃない。いや、やりました。久々にオーディションがいい感じなので、このまま波に乗れるといいなって。すごいじゃない。来てるね、マジで。思ってますか？思ってるよ。CM なんだ。いや、CM からドラマとか行くのって、まあ、あるあるっすもんね。あるある。だから、CM で見た子が映画ドラマに見るっていうのは、多分芸能界の仕組みなんですかね、あれね。CM で可愛いなってなって。多分そうですよね。そうそう。宮沢りえちゃんとかも、三井のリハースか。そうか、みんなそういう CM。うん。そうそう。いや、不思議な情報が。まあまあ、あんな大女優も CM からっていう。そうですね。友坂さんとかも、うん、ポカリかなんかの CM だったとかもね、どこも。そうだ、ニッキビとかのやつだ。クリアラシル。クリアラシル。いっぱいそういう人だ。そうだ、そうだ。じゃあ、ダブのおばちゃんとかもな。あれもそうなってね、ダブのおばちゃん。いましたよね。うん、いたよね。そうだ。もうなんか出てたよね、エキストラみたいなので。あんま注目したかったな。うん、あ、出てるわと思ってた。めっちゃ話よ。よかったね、本当に。よかった、チャンス。頑張りましょう。頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。もはい、ひとおなごまさんはゆるキャラ、宮沢ジュリです。今週私はお友達と押上げにあるマックスブレナーっていうチョコレートのお店に行って、チョコレートフォンデュを食べてきました。で、私、あ、ん？私が前にロケで行ったお店 でずっと行きたかったので、やっと行けてとっても嬉しかったです。お願いします。仕事で行ってプライベートで行くと嬉しいよね、うん、はい、ね、結構はい、そういうことがよくあります。スイーツ店は。ジュリちゃんはどうですか？え、忙しいですか？今もう皆さんそういう話になってるんですけど。いや、そんなに忙しくない。学校があるから
二、はい、足のわらじだと忙しいでしょ。あ、そうですね、そこは忙しいです、ね、はい。キュリちゃんはやっぱそこまで本気じゃないもんね、この仕事ね。いや本気でしょ。でも迷ってたよ、やめてよ。でも迷ってたよね、大学に専念しようか仕事に専念しようか迷ってなかったっけ。いやそんなに迷ってないです。あれもうがっつりこっちでやっていこうみたいなことでしょ。え、看護師さん目指してるんじゃないですか。え、全然目指してないです。あ、そうだ、ここに来て全然情報がもうめちゃくちゃなってました。あれ相談してなかったっけ。違うのじゃね、はい、がっつりこの世界でってね、両立が大変だっていう話をしてた。両立が大変だっていう話をしてた。え、なんか得意なんて聞いてる。俺なんか図書館師匠って聞いてたけど。いやそんなこと一言も言ってないです。図書館師匠の免許取るためには何年間か勉強しなきゃいけない。いやそんなこと言ってないです。言ってないよね、この世界でガッツリやっていこうみたいな、ね、あれそうだったっけ。そう、ね、え、そう変わったんだ。いや言ったことないです。その話言ってるよね、ずっとね。パティシエだよ。言ってないです、言ってないです。違う違う、それ全然言ってない。違ったっけ。はい、言ってないですよ。あれ船舶免許は取りたかったんだよね。何も言ってないです。言ってないっけ。本当に一言も言ってないです、ねえ、ちゃんと言った方がいいよね。ドラゴン勘違いしてんのかな、ね、将来どうなりたいんだっけ。マジシャンでしょ。娘さんなんだよね。マジシャンの娘さんなんだよね。いや全然そんなことないよ。で、継ごうか継がないかっていうの、口から言った方がいい。三代目北滝天功を目指してるって。三代目北天功を目指してる。三代目目指してないでしょ。プリンセス言ってないよね、はい、うん、何になりたいの将来。何になりたい、とりあえず芸能界を続けていこうかなって思って。あ、そうなのね。はい、じゃあ、あ、そうだ、そうだ、だったら応援するよ。あ、ありがとうございます。ずっとそう思ってなかったですか。うん、俺もジュリちゃん全然違う方を目指してる子だと思ってたから。なんでここにいるって不思議じゃなかった。もう迷ってるって言ってたから、ね、うん。なるほどね。いやいや、がっつりやっていこうみたいなね。いや、だからそこまでみたいな、大学行ってる時になんか楽しめればいいわ、みたいな。じゃあ感じかなと思ってたけど。いやそんなこともないです。そう、そう、長く芸能界でやっていこうと思ってるもんね。頑張ります。それはいいことだ。頑張りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、シェアハウスから、ルームシェアになってリコーダーでおなじみの貝のナイルです。うん、今引っ越しで知らない、部屋を整理をしていて、全然に聞いてないんです。聞いてますか？大丈夫。はい、引っ越しをしました。そうだね。はい。先週終わってすぐな引っ越しやったもんな。はい。でそれからいろいろ整理をしていて、服とかの、でいらない服を売りに行こうと思って、生まれて初めて服を売りに行ったんですね。でまあ結構いい値段、まあ、したコートとか、まあ、流行りのスカートとか一回も履いてないジーパンとかを7着ぐらい売りに行ったら、なんか すごかったんですよ。何が？え、値段がどうついた？高くついた。安かった？え、いくらだと思いますか？わかんねえ。めんどくせえな。わかんねえ。800万ぐらいじゃない？ほら、こんなん言われたら。そんなんいけないですよ。こんなん言われたら。本当にびっくりして。こんなん言われたらもう全然少なくなっちゃうよ。え、言っちゃったんですよ。850万ぐらいじゃない？ほら、こんなん言われちゃったらもう全然何言ってもすごくないよ。そんなんいけない。俺、ズバリ当てていい？はい。2円でしょ。ほら、どっちも言われちゃったよ。これで何言ってもびっくりしないよ、俺はね。2円の前なんて言いました？え、800万。850万か2円。850万2円。もうどっち？どれ？言って。俺は2円。どっちに近いってことですか？違うよ。答えたよ。どっちもちゃいます。そりゃそうだろ。なんだよ、いくらいくら答えは。え、65円だったんですよ。うわぁ、本当に私生まれて初めてです。なんでスパって言わねえんだよ。危なかった今。俺も嘘でも、もう10円か20円ぐらい、危なかったですね。万が一のことは2円にしたら、7着で65円ですよ。7着で65円。すごい、すごい。それおかしいよ。すごいよ。コートとかビジューついててめっちゃ可愛いやつなのに。それ何、どういらなきゃよかったじゃん。でもなんか、ほんまや、60円もらって帰ってきたの。そうなんですよ。なんかもう65円もらったらもう服返却できないですけどいいですかって言われて、でもなんかまだ3泊ぐらいいらへん服あるし、もうしゃあないかなと思って、でも65円だけ虚しくもらって。でも、ね、もうミートソースが跳ねてたりしたんだよね、醤油が。いや本当にしないです。なんか今思ったらなんか誰かにあげればよかったなと思って。似合いそうな子65円だったらな。それなりブランドもんなの？ね、一応、まあ、そんなハイブランドとかじゃないですけど、マルキューとかに入ってるからね。何ですか？でも65円はそれさ、お店によるよ結構ああいうのって。そうなんですね。そういう本当のリサイクルショップ行くと、やっぱ、はい、服とかはちゃんと服買い取るとこの方がいいよ。うん、そうかもしれない。なんか初めて行って、ね、もう、どういうとこに行ったの？リサイクルショップっていうのは。服の？普通の古着屋さん。
で、なんか何でも買い取りますみたいな。ああ、はい、そう、そこでも初めて行ったんですけど。あ、でも値打ちのない、古着屋にとっては値打ちのないもんだからな、ただのな。そうですね、だからレディース系の方に行ったが多分高かったと思うけどね。65円はないよね。残念だったね。ちょっとがっかりしてるね。そうか、65円か。7着で65円やろ。はい、35円後であげるよ。100円だね。100円なんか、ね、ないけどね。よし頑張ろう今日は。はい、ね、はい、よろしく。はいよ。はい、え、なんか聞かないんですか、なんかこの流れで。何を、はい、うん、仕事みたいな。今日も暇だろ。え、やっぱ私ってないって思われてるんですよね。そう、ないっていう、だってないんでしょ。暇でしょ、経営だったんでっていうふうに普段から言ってるし、うん、はい。なんか増えたの？なんか決まった？言えないんですけど、でも一応。そう、言っちゃダメなの？じゃあ言うなよ。黄色いのさ、言えちゃ言うなよ。でもちょっと痛かったんですよ。言えないパターンは絶対嘘だと思ってっから俺。いや本当に。何系よ、何系よじゃん。嘘もやめてよ。番組のレギュラー。え、すごいやん。何色です？ BS？ 違います。 CS？ 4月から地上波？どれ？もう3月下旬。なんかもう4月だから、この、まあ、この4月からの新番組、はい、え、それは何？何チャンネル？それだけ教えてよ。もうなんかもうそこまではまだ全然。そこまでは？そこまでわかんない番組なんかないぞ。え？まだ言っちゃダメ。え、地上波なの？地上波。地上波で、地上波。だから何チャンネル言ってよ。キー局というやつですか？時間帯は時間帯。時間帯もたってまだ多分言っちゃダメです。時間帯大丈夫だよ。わかんないって。いいよ。全然いい。マジでいい。大丈夫。番組大丈夫。そんなわからないから。時間帯。それ朝昼晩とかそんぐらいでいいからさ。じゃあ。晩。晩？深い晩？あ、でもそんなですね。どうだ、ゴールデン。プライム11時ぐらい。もうちょっと超えてますけど。あ、まあ、あ、じゃあ12時ぐらいか。ね、でもええ時間帯やんか、それは。おお、なんだそれ。バラエティ。バラエティ。バラエティじゃないんです。バラエティじゃない。まあ、なんかちょっとしっかりしないといけない感じで、大丈夫できるか不安で。ビジネスクイックか、そんなのやるの。すごい大変マジかよ。できるか。でもなんかヒントだと、あ、でヒント言っちゃった。いいよ、何や、教えてよ、教えて教えて、ヒントは。遠藤さんがすごく好きなやつで、野球だ、野球だ、スポーツ、野球だ、野球のレポーターだ。え、違うんですよ、ね、あ、ゴルフだ、ま、ゴルフか、違うんですけど、うん、なんか遠藤さんが好きそうなやつ、また遠藤さんに言いたいです。飲んだの、ビール好きだ、ビール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 、建造物、ビール、ビールの番組やるんだったら面白そうだな、面白そうだけど。あ、じゃあちょっと聞かせてまた、はい、今だって言えないわけでしょ。はい、言えないです。何よ、でもすごいね、あなただけは暇だと思ってたのに。え、そうなんですよ、新番組決まってました。裏切られた、裏切られた気持ちだわ。そうだよ、あなただけは暇だと思ってたのに。暇です。そうか、安心してたのに。そうか、はい、でも決まったんやったらね、頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ふわふわマシュマロガール、ハルルンこと山内はるかです、うん、最近ニキビができてしまいました。もともとニキビとかができにくい人だったのでショックです。あの、あさっては大事な日なので早く直したいです。よろしくお願いします。おらら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 、大事な日ってね、聞かないよ。何って聞かないよ。その流れであーと思って、うん、そうなんです。でも大事な日なんなのって聞かないよ。そう、そうなんですよね、この流れですもんね。そうだね、はい、でもニキビができちゃったので。どこに？おでこにできちゃいました。見せて、真ん中に2個ポンポンってできちゃって、うん、早く直したいなと思います。なんで？あさってだからね、大事な日なので。でもそうだよね、聞かないよ。大事な日、ニキビはね、大変だもんね。はい、もう本当早く直したいなと思います。治る？治せんの？ニキビって病院とか行くの？もうなるべく、なるべく触らない。もう一番早いかなって、この慣れ方が。でもさ、今髪の毛でもう全然見えてないからいいやんか。そうですけど、うん、万が一あのおでこ見せてって言われた時に困るので、うん、直したいんです。万が一おでこ見せてか、あれだよ、髪かけてたら治りづらいよ。そうですね、バイキンがね入るから。そう、なんか出してた方がいいよ、うん、ラジオの時なんだから。もうラジオなんだから出してた方がいいじゃん。あの、乾燥させた方が。カチューシャかなんかしてさ、いや、この後あのライブがあるから肩ついちゃって、ちょっと あ、なんか変な線入ってる。変な線？怖い怖い。いや、嘘ですか？大丈夫よ。そんなぶっちゃんな感じのとこ出してみて。何ですか？え、なんか変な線入ってる。変
そんな空気になると思わなかったですね。なんか今俺もすげえなんか変なもの見たって感じの空気、みんなあーってなっちゃいましたけど、寝てたってことかな、寝てたのかな、じゃあ。寝てないです。寝てないですよ、なんか。はい、普通です。でもちょっと今日もさ、今日もおしゃれだよね。ちょっと立ってもらっていい？スカートスタイルなんだね。これすごいファンの人に言われるんです。何が？なんか今日はどんな服着ていくのとか。おしゃれだから。ニューバランスだ。ちょっと待ってください。え、なんで加藤さんなんか喋ってくれるいや、ちょっと立って、ちょっと見せてください。何？加藤さんどうすか？今日は全然俺気にしてなかったけど、よくよく見たらおしゃれだね。おしゃれなんです。結局おしゃれなんですよ。グリーンのニットなんてなかなか合わせれないでしょ。結局おしゃれなんだよね。回ってもらっていいかな？ごめんね。ちょっとごめんね。あー、そうなっちゃってたか。そうだな。ね、ニットで寒さ対策してるんだけど、スカートはちょっと春っぽいの持ってきてよ。白のスカートで。ね、ちょっとコットンでしょ、それ。コットンじゃない。違うよね。でもリバーシブルなんですよ。だから、黄色でも着れるんですよ。春だ、春のやつ。そうなんです。春のコーデ。しかも、そう、安かったのでラッキーと思って。安いんだ、それ。いいよ。いい、ニューバランス合わせてね。健康的だよね。スニーカーが好きなので。春だね、本当に。今日も本当、ドン加藤さんが本当褒めてますよ、本当に。嬉しいです。見通し上げてるよ。どうした、どうして黒持ってきたの？なんかちょっと寒いかったし、上濃いので。それ黒なの？ちょっと茶色じゃないの？それ黒？黒ですよ。黒か。攻め色だね。あえて。あえてのやつ。そうです、あえての外し、あえての外しです。そうですね、靴下だけ迷っちゃうわからね。レベルが高すぎる。高すぎる。待った怖い。お疲れさん、今日も頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、いつものほほんマイペースお天気お姉さんの上林秀夫です。昨夜すごい体がむくんでたんですよ。で、むくみを取るために大量のお塩を湯船に入れて、で、ちょっとアロマオイル家にあったやつを3種類ぐらいバーって振りかけて入ってたら、最初すごいいい香りで、で、だんだんちょっとスースーしてきて、あ、ペパーミントの、アロマが効いてきたんだと思って、体一生懸命マッサージしてすり込んでいったんですよ。そしたら、だんだん尋常じゃないぐらいヒリヒリ痛くなってきて、で、体真っ赤に腫れ上がって、で、すごい熱い湯船に入ってるはずなのに、すっごい寒くなってきて体が。冷えて冷えてスースーどころか、もうすごい大変な事態になりました。よろしくお願いします。あ、なんかだったとかじゃないんだ。なんか何だったのかが、私も原因がわからなくって、その後、ね、多分、腫れてる炎症なんだなと思って、ニキビ用の洗顔フォームが置いてあったんですね。うん、で、抗菌。プラス、除菌？除菌プラス、腫れを抑えるみたいな感じで書いてたの。ニキビ用の洗顔フォームで体中洗って、安静にしたら少しずつ収まりました。神林さんだけいつものエピソードトークがちょっと違うよね、みんなね。角度が全然違う。角度自分から作りに行ってるんですよ。違う角度から来るわ。しっかり落としてくれてますよ。しっかりちゃんと。すごいよね。入りからワクワクするしますもんね、いつも。ワクワクする。どうなるんだろうってこの話。そういうことになるんだっていうふうに。そうか。抗菌とかそれだったんだな。はい。なんかでもすごいいいらしいって本に書いてあったのに、みんなやらないでください。絶対危ないです。まあ、量とかもあるんだろうしね。そうですね。もあるんじゃない？アロマの種類も悪かったのかもしれないです。合わせがね。そうです。安いし。素人がやっちゃいけないんだよ。はい。ダメだダメだ。はい。皆さん気をつけてください。わかりました。わかりました。さあ、それではこちらのコーナーに行きましょう。ヤンヤンガールズトップを目指せのコーナー。さあ、今週のコーナーはペアで挑戦ヤンヤンオリジナルお茶漬け対決。しまった。ここからはなんかお茶漬け対決を。今日は遠藤さん、はい、そうなんです。今回ヤンヤンガールズ恒例のグルメ企画です。テーマはオリジナルお茶漬けです。今回2人1組で1つのお茶漬けを作っていただきました。先週の放送後にくじ引きを行いペアを決めました。そのペアで協力して1週間かけてお茶漬けにこれを乗せたら美味しいんじゃないかというものを考えていただきました。そのオリジナルお茶漬けの中からナンバーワンを決定していきます。それではルールを説明します。判定するのは加藤さん、遠藤さん、徳井さんの MC 陣3名にお願いします。そしてヤンヤンガールズは13人で奇数のため今回私も早川も参加させていただきました。
で7ペアでの対決になります、はいはい、そして本番前に厳正な抽選を行い、試食の順番はもうすでに決まっていますね、はい、決まっています。誰がどのお茶漬けを作ったかは伝えていない状態でそれぞれのお茶漬けを一口味見していただきます。やだなぁ採点の方は美味しさ、愛情、オリジナリティの3つの部門を10点満点で採点してもらい、3つの合計点が一番高かったお茶漬けが、1位となっています。はい、やだなぁ。嫌ですか？俺食べ物系苦手なんだよいやでもまあ、ね、行きましょうか。遠藤さんが美味しそうに食べる、お茶漬けは、ここはもうぜひ見て、トマトとモッツァレラのイタリアのお茶漬けです。なになになに、美味しそういい旦那さあ入ってきました。いい旦那だ。あーこの感じかイタリアこれはダメだって。いやでもこれは結構色合いもいいんじゃないですか。でもリゾットって考えたらどうですか。いやいやお茶でしょ、お茶とともに番茶でやってるんですかねこれは。あでも今回はお湯をかけていますよね。なるほど、お湯の、はい、お湯ですね。 あと出汁とかも全部個人のみんなのチームによって違うので好きなやつでいいんだ。そうです、ね、お茶でもいいんだ別に。けどお茶じゃなくてもいいってこと、ね、そうです、お茶じゃなくても。俺はもう完全にイタリア料理。あれでしょ、なんだっけあのトマトとモッツァレラって言ったらなんだっけ、あのトマトとモッツァレラのイタリアの茶漬け、リゾットですか。カプレーゼ、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 カプレーゼ。見た目はそうですね。いいですね。はい、どうぞお願いします。いただきます。なるほど。まずい。味がないですね。いやこれ。ガソさん。まずいっていうかこれ味がなくない。いや遠藤さん無理しないでください。率直な感想が出るんですね。いや遠藤さん無理しちゃダメ。俺も心から出た。本当に遠藤さん無理しちゃダメ。味がないですよね。でも全然ない。ぶっちゃけ何、最初は俺も味がないなと思ったけど、はい、よくこうチーズと噛んでいくと、うん、うまい。いやいやいや何食ってきたんですか。何これ。え味ない。これはこれは味見してないただの手抜き料理ですよね。そう、塩よこそ塩。いや本当塩コショウ入れたら美味しくなるんだよ。誰だ俺、うん、誰だ俺。後に後ですか。後に後に愛情オリジナリティで点数の方を皆さんつけてください。遠藤さん完食ですか。遠藤さん無理するのやめましょう。これは無理してるって。これは無理してるってさすがに。さあ点数の方お願いします。これは無理してる、さすがに。これだって味がないんだもん。おかゆこれはいかん。あいやでもこれね、まあ、あのこれはいかん。もう見た目だけの本当に気持ちが全然入ってないやつ。これだ、料理でやったことないと思う。あの色目だけが綺麗で、うん、もう味はひどかったでしょ早川さん。いやちょっとお言葉を返すようですが、じゃあ三人さんにお言葉の返すようですが、はい、最初の一口二口はちょっとあっと思ったけど、よくよくもっとこう噛んでいってみ、美味しいから味が。それはもうチーズもトマトもやっぱり出汁が出ないもんだから、うん、それはちょっと塩が絶対いりますよね、うん、これは。今まで米とチーズとトマトがちょうど噛み合った瞬間とうまかったけどね。さあこのペアは誰でしょうか。誰、お名前をお願いします。武田咲と甲斐奈々瑠です。まだこうなるんだ。やっぱそれはそうなるよ。なんで自分ら食べたこれ。食べました。どうだった。結構味付けしましたよね。嘘だね。何入れた。塩と胡椒は入れました。胡椒入ってるね、ブラックペッパーね、これ、はい、どんぐらい塩、どんぐらい入れた。まあ、ご飯に絡めて。いや自分で食べてどうでした。あのすごい重大なことを忘れてて、うん、あの私だし、うん、を持ってくるの忘れたんですよ、うん、そうだよね。で、うん、確かにね、それをギリギリまで知らなくて、だしがあるだと思ってて、うんうん、で、出汁があったら多分いけてたなと思って、とりあえずもう塩コショウしかなくて、うん、塩コショウで味付けたんですよ。うん、塩も薄いし、うん、え、食べてないでしょ、本当に食べた。食べました。これを食べた。まずかったでしょ。私トマト苦手なんですけど、チーズはトマトじゃ食べてねえじゃん。トマトメインだ。苦手なもん入れてんだよお前。完食した俺の気持ち。さっきもはダメだね、料理ダメだから。さっきもはもう、さあではでは点数は後ほどにしまして、2つ目のグループでいきましょう。はい、続いてカキピーとキムチのおじさんにぴったり茶漬け。ちょっとあったかいのね、俺あったかいの当たってきた。なんかおじさんはあったかいの好きですからね。見た目はちょっとなんか肉とか入ってるね。でカキピーちょっと砕き砕いてね、天かすかな、これなんか入ってるね。ちょっと匂いを、あ、いい匂いですね。ちょっと地方行ってきましたね。そう、何でしたっけこれ。
こちらがカキピーとキムチのおじさんにぴったり茶漬けです。お肉もじゃあちょっと食べましょうか。はい、どうぞ。キムチも絡めたらいいんでしょ。これそうですね、絡めて。あ、まあでも美味しいんじゃないですか。うん、まあさっきのっていうのもあるけどな、さっきの後っていうのもあるけど。うめえこれ。どうでしょうか。うまいうまい。うん。うん。遠藤さん、ちょっとこれボリューム多いですけど大丈夫ですか。うん、大丈夫。無理すんなやめましょう。お皿いっぱいに入ってますけど。無理すんなやめましょう。これ何杯食うの。7杯。あと7杯です。7杯もあるんだよ。4杯じゃなくて7杯か。7杯。ボケはもう体壊すんだやめましょうね。あの、そうやね。でも、のツッチーの役やからね。無理すんなやめましょう。うん。美味しい。うまい、でも。この おかきって言うんですっけ、あれってお茶漬けに入ってるやつって、このあはい、うん、のこう簡易版ってことですよね。かきピー入れてるっつうのは、うんうんうん、アイデアってことですよね。うん、あられみたいなの入ってます ね, ね。アイデアもあるし。さあ、ダメですか。ん、ダメですか。俺はもう正直に言いますよ、はい、もうまずからずうまからずです。厳しい。一番良くないバラエティにとって、はい、あーそっか。じゃあ点数の方お願いします。いやーでもなー、実はなんですよね。実は。まあでも、もう、すごいと思うけどな。実はなんですよね。俺、さっきのが好きかも。味。そうなってくると、エンドさんの味音痴なんだよね。そんなことない。そんなことない。いや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 。こんなグルメな人間いないよ。いやいやいや、なんか予想ついた味だったんですよ、正直。まあキムチが普通だよね。はい、うん、さっきのはちょっとどんな味するんやろうと思って、うん、ああ、はあ、ネギ入れてるのでも美味しいけどな、うん、ではこれを使ったペア誰でしょうか、うん、はい、山内春香と。はい、早川まりえです。あれ、まりえさん、まりえさん珍しくない、こういうミスするの。ミスじゃないんだよこれ。ミスじゃないんだよね、はるるんね、いろいろ協力はしたんですけど、うん、これ全部春のせいです。なんでどうしたの？なんで春どうしたの？もうおしゃれなことしか考えてないでしょ。もしかしたら頭いっぱい。うん。なんかカキピーを私がおすすめしたんですよ。絶対いいと思って、うん、で結構メンバーにもいいって言われたんですよ、うん、ずっとおすすめって、うん、で言ったらちょっと変になっちゃって、でギリギリまで早川さんとどうするどうするって言って、あ、そういうことか。ちょっと正直カキピーはそれはまずい方を作るの方の路線でいいかなって聞いたんですよ。まずいほど狙いってことかなって、ね、それで、でそしたらハルルンが、いや、まずくなくてこれで美味しいのが作れますって返ってきたんですよ。ほう。でこれはハルル若いし、うん、その夢を崩しちゃいけないというか、若い夢を潰しちゃダメだと。そうです、これはカキピーを絶対使わなきゃと思って、うん、家でなんか鶏肉とか炒めたりしたんですけど、うん、ちょっとどうしようもできなかったです。あ、そうか、なるほど。早川さんが調子に合わせたのね。カキピーのためにこれを作ったんだ、うん、俺ね、そうです。俺ごめん、鶏肉が邪魔だったの俺。すいません。俺カキピーだけで昔食ったことあるんです、自分で。貧乏貧乏時代ね。超クソ貧乏時代。あとはポテチとかで。わかるわ。そっちのなんかチープさがなんかこうなんか良かったの。うん、変にトーリングとか入ってきたからちょっと本格的な感じで、ちょっと中途半端な間取っちゃったね。中途半端になっちゃった。ハルルの意見をね全部入れればよかったですね。どっちかだよね。アイデア。まあでもいい気するけどな、カキ。柿の種入れるのは、うん、早川さんまずいの珍しいね。まずくはないですよ。まあまあまあ、普通だったんですね。普通だった。普通ダメですね。珍しいね。まあまあ面白かったけどね。ありがとうございます。では3つ目に行きましょう。3つ目、濃厚トマトとホタテのチーズ茶漬けです。ダメかぶってね、ちょっとさっきとちょっとかぶってない？チーズとトマトは。さあ、これはもうダメ。きました。でもここからここからここから。でもちゃんと塩が。え、でもトマトスープになってる。あ、何これ、ちゃんと塩があれば。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。あらららら、すごい。でも見た目は綺麗ですね。あ、すげー。オレンジ色のスープが入っていて、これ料理やってる人のやつだ。これすげーな。あ、チーズで巻いてる。これ料理やってる人のやつだ。よかった。かわいい見た目。だってホタテもちゃんとほぐしてあるじゃない。うめえこれ。エンドさんはもう信用できないから。エンドさんは今、まず自分で食べてみます。倍ぐらいに大きくなってます。うわ、これは、これもなんですか、ほんまに。あうん。なるほど。加藤さん。もう美味しいんじゃないですか。無言の加藤さん、いかがでしょう。あ、どうですか、これ。まあ。店では出せるもん。
そんな厳しいこと言うのやめましょうよ。これ別に新作発表会じゃないですから。別にいいですよ、見てたら。まだ店では出せない。違う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 んですよ、コック長。この味。違うんですよ。これ、いい店とかじゃないんですよ、これ。素人の人が作った料理。まあ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 。まあまあまあ。考えて、頑張ってるね。すごい頑張ってる。これうまい。これうまい。これ頑張ってるんだけどもさ。厳しいからね。さあ、採点の方お願いします。これはちょっとレシピ聞いとこう。まあ、簡単かな。うん、オーケルチーズにあれやな。こちら作ったのはどのペアでしょう。はい、高田修子、上林秀夫です。これはどういうか、二人とも。パワーバランスは、私が最初に、ホタテを使いたいみたいなこと。北海道だから。ああ、聞いてる聞いてる。ホタテ聞いてる。あ、本当ですか、うん、で、秀夫さんが、じゃあトマトとチーズどうかなっていう感じで、食べないで交換し合って、はい。やりました。それ合わないなと思った割には、おーっていう驚きはあったね。はあ、これうまい。そう、最初牛乳にしようと思ったんですよ。うん、ああ、牛乳茶漬けね。でもそれはちょっと、試食できないねって話になって。試食できない、試食できない。試食する勇気がない。俺らには食わすことができても、自分らで食いたくないよね。え、これ試食してどうだった？美味しかったです。はい。これとろけるチーズでしょ。とろけるチーズです。これいいね。見た目も可愛いですしね。味も美味しいし。作ってみるか、これは。じゃあ料理やってる人の料理ですね。うん、はい。ホタテはどんなホタテ？あの普通に売ってるやつ、あのあれで、缶詰のやつを、ちょっと分かってこないですね、はい。ほぐしました。うん、缶詰のやつでいいね。あ、簡単にできるな、これ。ありがとう。はい、やるんですね、家で。ちゃんと狙い、うん。はい。うまい。では4組目いきます。はい。チーキムベビースターおつまみ茶漬け。ちょっと待ってください、ね。今回キムチかトマトしか出てないですね。ちょっと今のところそうですね。なんかみんなちょっと守りに入ってんだよな、結局。ありがとうございます。もう匂いが癖よ。まあ、確かに。やっぱキムチはどうしてもニンニクとか入ってっから。なんなんだよ、いただきます。何これ。これこのなんか。この上に乗ってる白い。これ何ですか、ね、何これベビースターみたいなの入ってるんだよ。あ、なんだこれ。チーカマか、うまい。でもベビースターこれでもあれですね、駄菓子屋とかでありそうですね、見た目は。うん、あ、チータレだ。美味しい。でもうまい、うまい。本当だ、美味しい。あれ、すごい。本当だ、これ子供の時の方食べたことあるかもしれない。なんか味付けのバランスも抜群ですね、うん、そんな悪くないね。ね、これ逆に嫌じゃないね。嫌じゃない。これベビースターががっちり火入ってる方がいいですね。歯ごたえなんかいらないですね、これ。あ、それで味としてパリじゃなくてね。これ全然嫌じゃないね。美味しい。だからカキピーもこのぐらいできたはずなんだよ。うん。こっちの方がいいですね、多分。柔らかい方が良かったんですね。うまくない方がいい、ね。で、チーズがなぜか溶けるんですね、ちゃんと。うん、チーターの間のチーズが。カキピーはね、ちょっと鶏肉が邪魔した、ね。いや、なんか味付けちゃんとしてるよ。まとめてるよ、絶対。うん。最終的に、ね。我々もチーズ用意したのにね。途中でやめちゃったんだよね。キムチも、だから、これはあれなんじゃないですか。トータルバランスちゃんと取ってるよ。ちゃんと同じ大きさに全部を切ってるってのがいいんじゃないですか。ああ全部チータラもキムチもベビースターも全部同じ大きさだから、サイズ感ですかね。いいですね、サイズ感の問題ですかね。これサイズ感もあるんじゃないですか。ありますかね。どうでしょうか。皆さん採点の方聞いてみましょうか。まずは採点の方先にお願いします。うまいうまいうまい、うん、美味しいですね。やばい。おつまみ茶漬け、味もちょっと濃いめで。この時間にはまた、さあこちらどなたでしょうか。はい、今で毎度。はい、田辺美久です。なるほど。なるほど。酒飲みの味だ、これ。そっか。酒飲みの味だ、これ。つまみばっかりだ。つまみばっかり選んじゃった。ついおつまみにしようって。今で酒飲むのよな。飲みます。あ、飲む？飲みますね。あ、なんか、ビールとかに合いそうな濃さというか、うん、味付けが、ね。飲んだ後にこれいいかも。ちょっと食べ、うん、なんか、いつも私あのユッケジャンクッパを食べるんですよ、うん、ああそういう味かも、うん、焼肉行った時も絶対クッパ食べるんで、うん、それっぽくしたいなっていう気持ちあって、うんうん、味整えたでしょ。なんか味噌を入れてるの、だしみたいなのが、やっぱそうだ、韓国料理の味だ。
入れました。なるほど、なるほどね。閉まりました。閉まったね。辛ラーメンをかあのちょっと甘くした感じするもんね。そうだ、ね、うん、辛ラーメンにちょっと味噌入れて切りましたね。チーズの感じ、今出が全部やっぱ今出がね、うまいうまい、これ今出がやっぱりあるんだね。で味見しながらちょっと味噌で味整えながら、最初薄かった、薄かったってことは愛情も入ってるね、結構ね。めっちゃ入ってます。いやいや、やっぱ最終的なこれ、ね、決め手ですよ、バランス整えてる。なるほど、ね、じゃあもうこれで優勝だったんですね。勝ったな。いやまだわかんないです、まだいますからね。あ、まだ薄いし、あと3組いますね。相当より今点数入れたよ。美味しいね。いやいや、まだまだありますよ、うん、では続いていきましょう。5組目です。食いたい食いたい。しその実とちりめんのあっさり茶漬け。これこれ普通にうまいでしょ。これ順番がいい。あ、これはいいわ。これマジでいい。早川さん、なんだっけ、しそと、これはしその実とちりめんのあっさり茶漬けです。いや、これだって普通にうまいでしょ、これ。いただきます。ちょっと一回口をゆすりいいですか、うん、キムチの強い味が入ってますからね、うん、うわ、ちゃんとかいわれ大根的なやつも入ってるのかな、うん、あ、これはね、じゃこと、はい、香りもいいですね、うん、これは僕まず意見言っていいですか、はい、もう最初のハードルがガーンと高く上がっちゃってるから、はい、それは超えてないです、正直。うまいけどね、急に。悪くないんだよ、はい、悪くないんだけど全然整えてない。これもだから、これもだからちりめんをもっと細かくした方がいいですよね、多分。サイズの問題、サイズ感、これサイズ感ですね。やっぱちりめんだけが浮いちゃってるし、やっぱりサイズ感重要ですか。これサイズ感的にちょっとちりめん浮かないですか、うん、味もあんまできてないし、うん、うまいけどな、でもうまいけどね、うん、整えてる。このちりめんは最初からできてるやつなのか、炒めたんですかね。どうせ買ってるでしょ。ちょっとなんかこれ火入ってるっぽいね。火入ってるように見えますけど、あ、こういうのあんのかな。お湯で入ってるんじゃないですか。お湯でここまで焦げますかね。お湯で入ってるんじゃないですか。でもいい感じの香ばしさが、うん、まあ大葉入れちゃったら絶対この味になっちゃうっていう弱点もあるしね。でもね、そんなにね、文句言われるもんじゃないと思います。文句はないですよね。味は、まあ、味は最初の3つに比べたら、うんうん、そうですね、ちょっと俺が贅沢になっちゃってるからね。そう、1個前のあれが整ってたから、うそうか、その順番もありますね、これ。味が整ってるからな。でもちょっと止まんないな。お願いします。味が整ってるのってサイズ感だけなんだよな、結局。サイズ感だけなんだよ。さあ、こちらはどのペアが作ってくれたんでしょうか。はい、サラと宮川ジュリです。ああ、そんなことないの。なるほど、ちょっと説明してください、これ誰がどうしたかっていうの。全体的に私が考えちゃって、うん、あ、いいんだね。いや、いいんだ、いいんだ。ちりめんいりこは家でさっき作ってきました。え、いりこ、ジュリちゃんが作ってくれたの、これ。さっき家で行ってきました。あ、そうなんだ、やっぱそうなんだ。愛情入ってるんだね。丸みたいなやつのブロッコリースプラウトっていう、うん、ああ、あのめっちゃ栄養素の高いやつ。はい、そう、うん、ちょっと味薄いですよね。よ、整えないよ。ちょっとどうやってやったらいいかなって思って。整える。最終、もうちょっと最終的に味を見ろっていうことなんですか。うん、このもういりこをさ、ちょっと砕いてみるってなかった。このちょっといりこサイズ感的にいりこをちょっと砕いてみるってのはなかった。うん、ちょっと。まあ、お米の粒と同じ大きさにサイズ感変えようかなっていうのはなかった。食べてみた時になかったか。そっか、ちょっと砕いてみるのがいいかなと。浜田さんも何したの。サイズ感もこれば何もは。いや、もうおかしいじゃんそれ。勉強飯がよ。何もしてないの。消毒して、あの、うん、こうやろうと思ったんですけど、消毒してて、なんかえアイディアはいいや、そのもうぶっちゃけしょうがないけど、ジュリちゃんがわかる、アイディアはいい、しょうがないけど、自分でこう取り分けようっていうかやろうと思ったんですけど、うん、なんかやってくれたので。結果何もしない。なんかやってくれたっておかしくない、今の言い方、うん、やられちゃったってこと。話してる間になんかやっちゃって、私がやりたいって言ってたよね。やめなさい。私もやるよ、私もやるよって言ってあげればいいんじゃない。本当はやりたかったけど、ジュリちゃんにやられちゃったってこと言ってるのね、香川さんは。ジュリちゃんにやられちゃった。恐ろしい女だな。でも私がやるって言ったよね。してくれたの。してくれた。優しいね、ジュリちゃんね。もう整ってないだけよ。あとは、ね、それ以外いいよ。俺のサイズ感。俺一個砕いたらいいなと思ったけど。サイズ関係ねえって言って。
はい、ありがとうございます。では6組目いきましょう。あと2組になります。はい、6組目、こだわりのだしネギと明太のピリ辛茶漬けです。あ、ネギと明太、ネギと明太のピリ辛茶漬けになります。これやったんじゃない、これありなの、これこれは冷たい、ね、冷たいのこれ、なんかわざとこれ、わざとこう冷えてんな。ちょっとこれ順番の、じゃあ温度は忘れる、運もありますかね。あ、順番の運、はい、これぬるくなっちゃった。これでもありなのかな。そうですね、ぬるくなっちゃった。冷たい、すげえ冷たい。これ、これはわざと、わざとわざとぬるくしてある。あ、そうなんだ。それはセンスですね。うまっ早いですね、皆さん。あ、うまい、ほんとに。だし、うん、これ味整えてますよ、多分。これは母さん整ってますよ。これは整えてる。整ってる。どうですか？整ってますよ。これ、はい、そんな言われちゃったら食べづらくなっちゃって。整ってる整ってると先に言われちゃったらさ、いや整ってる、ね、食べづらくなっちゃって。こっちはね、お肉のサイズ感もいいし、うん、どうでしょうか。ちょっと待ってください。最終的にだから明太をもうちょっと潰した方が整うのかな。サイズ感ですよね。そこは本当だそうなんですよ、ね。そう感じてますよ。明太のサイズ感必要ですか。あの袋から出した方がいいんですよね。たらこって。うまい。どうですか。うん。で明太をこうほぐして最終的に整う感じだね。明太ほぐしてなければちょっと決まりが悪いの。そうですね。塩分が足りない気はしますけど。で明太をこう崩してくると、あ、整ったなって感じは。うーん。あ、俺はじゃあじゃな、ダメだな。俺も最初一口目もうゴリゴリの明太がボーンと入ってきたもん。あ、うん。あ、でもそうやって食べるのも、うん、うん、うまかったし。うん。ただこのオリジナリティって問題ですよね。そこなんす。なんかこう味が明太ちょっと待って、ちょっと待って。はい。でも、はい、出汁にオリジナリティがあるかもしれない。これ出汁まで見ないとダメよ、これ。かつお節入ってるでしょ。かつお節入ってるでしょ、これ。かつお節入ってるでしょ。うん、うん、うまい、うまい。煮干し。こちらタイトルにもこだわりの出汁って書いてあるでしょ。かつお節絶対入ってる、これ。ね。かつお節俺好きだから。出汁を取ったということですか。そういうことだね。うん、かつお節。うん、これ入ってるね、かつお節。そしたら愛情は。かつお節が入ってるね、これ。あー、どうしようかな、これ。愛情。悪くない。おで、この、今まであったかいので来て、この冷えてる感じ、ちょっと冷静、冷静っていうのかな。なるほど、うん。冷静の茶漬けっていうのも良かったよね。オリジナリティもありますよね。で、多分、ぬるくてもっていうか、冷たくても美味しい出汁にしてると思うんだよ。はいはいはい、ということは、ちょっとしょっぱめにしてるのかもしれないですね。うんうん、冷たくてもいいように。さあ、どうでしょうか。こちらは、山根千佳です。緑内めぐみです。やったか。この冷蔵口さんの名コンビ。お茶漬け名コンビ。やったか。なんか2人でやって、なんかこういうの合いそうだねって言って持ち合いして、うん、さっきいろいろ混ぜながら味見して。本当、はい、どっちが取ってきたの。2人で醤油と、あとつゆと、あと鰹節と、あと鶏ガラと、あとそれだけじゃ。ダブルスープじゃん。ダブルスープ作ってたの。なんかでもそれだけ、なんかじゃあ、なんかあと海苔で、海苔を使ってたんですけど、あのわさび味の海苔なんですよ。それ少し苦味があるぐらいの。なるほど。これわざと冷やした海苔。そうです。なんか冷やしても美味しいよってなんか話してて、出汁で勝負しようと思って。あったかいのも美味しいし、なんかもうすぐ夏じゃん。夏と春だから、ちょっとこう、ちょっとね、こう氷もちょっとまぶしながらね、ガシャッとね。夏は偶然できたんじゃないですか。違うね、偶然できたっぽい。偶然できたっぽい。だって、もともと今日じゃあその出してる時に煮干しだの鶏だのっていうの考えてたの。あ、そうです。LINEでやり取りしてました。ああ、そうなんだ。はい、あ、じゃあ考えてんだ。出汁取ったのにめんつゆとかも入れたんだ。そうです。ちょびっととか入れて半分とか。整えれば、整えたつゆ整えてないから。整えたのね、結局。はい、整えました。あ、やっぱり整えたね。めんつゆ入れて整えちゃうっていうのはもう。でもめんつゆ入れれば大体整うから。そうなんですよ。だってあれ整ってるから。あれは整ってるやつだから。あれ自体。あれそうなんだ。万能で整えてるから。だしと醤油のもんだから、あれが。はい、ありがとうございます。さあ、最終組です。はい。鮭とエビ、春の桜茶漬け、春の桜茶漬けです。あらららららら ら, ら、これは絵面が、あー、これなんだ、これ顔かい、顔でウィンクしてるね。
見た目がリンクして、あ、ね、あ、かわいい雪だるまの頭みたいな感じ、ね、こういうのが美味しかったら最高ですよね。だひな祭り的なね、うん、そうですね、うん、色合いもこれなんですか、ひなあられ的なもんですかね、違うのピンクとか、これはうまいじゃないですか、匂い相当美味しそうですけどね、ほんと、うん、これ、あ、俺茶漬けだね、匂いが。これは酒茶漬けの匂いしかしないね。ちょっとね、お湯が多いな。ちょっといやいや、でもこれ多分おにぎり割ったらちょうどいいんじゃないですか。本当。俺、うん、あのお湯少なめ。ラーメンも鮭茶漬けの匂いしかない。ラーメンの濃いのあんだよな。いただきます。うん。どうだ。どうぞどうぞ。うん。お、うめえじゃん。うま、うん、美味しいですね。なんかこの暴力的なグルメコメント。ん、これ結構、これ普通の茶漬けじゃん、めっちゃ美味しいよこれ、これうまいうまい、普通の酒茶漬けだよ、すげーうめえわマジでこれ。普通の酒茶漬けって言っちゃうと、でもエビ入ってますからね、うんうん、え、これめっちゃ美味しくないですか、うまい、これ普通にうまいよ、何これ、どうやって作ったんだろう、こんなしっかりした出汁、透明これ酒茶漬けのパックのやつだろ、だったら失格ですね。だとしたら失格ですけど、なんだろう、なんかご飯には違うか、塩分のバランスがいいんだよね、鮭がだから塩分、うん、鮭の塩分を考えて出汁入れてるってことですよね、うん、なんかご飯に味ついてますよね、ほんと、あれついてないですか、そうなの、わかんない、そうなのかもしれない、ついてないかもしれない、味付けないかな、あ、でも、ね、おにぎりにしてたから、もしかしたら、うん、おにぎりなんだ、そうですね、塩だ、塩、あ、うわ、すげえ、この塩分、あ、うん、すげえ塩分入れてるんだ、これはすごいな、これすごく整ってるんじゃないですか。これ整ってる、で、ですよね、結局サイズ感もいいもんな、ですね、ですね、これ出汁にね塩を入れるようなもんだけど、ライスに塩ぶち込んでおいて、はい、で割った時に塩加減がこうバランスよくなるって結構難しいですよ。そうですね、何度かやってるってことだ、うん、何度か試してこの量にしてるってことか、うん、そうですね、レベル高いね、これは遠藤さん完食、遠藤さん7杯目マジでうまい、これ本当美味しい、では点数の方お願いします。これあれなんだ、そのさっきから言ってそのおにぎりにってこと、ちょっと聞こう、これおにぎりにしたら全然違った場合もありますから、そうですね、いや、いや、そんなことやってないですか、最後、はい、高崎翔子と桃川遥です、教えてください、これどうやって作ったの、教えてください、味付けは私がしたんですけど、整えた、整えました、あの、おっしゃった通りに、あのおにぎりを、うん、あの桃肌が握って、うん、その上に出汁と塩と、出汁も入ってんの、はい、かけて、やっぱな、でかけてんだ、酒入れて、うん、で味整えました。何で整えたの、え、お湯入れただけです、お湯入れ、偶然のやつだ、もともと整ったってこと、その途中の段階で、あ、でもすごい何回も食べて、あの食べて繰り返して、やべ、このバランスだと、はい、うーん、桃川さんは何したの、私絵描いてて、顔の絵か、顔の絵か、おにぎり作って、見た目は、うん、あ、そうか、おにぎりがそうか、はい、お麩とかも全部桃春が選んで、あ、おー、まあ、でも、本当に合作じゃない、はい、うん、いや、良かったと思いますよ、本当に、うん、良かったですね、ひどいのがなかったね、今年は一番トップのやつ忘れてます、ね、一番最初にあった、あ、あのまずいやつ、はい、お湯ご飯の今思えば確かにそうですね、あれやっぱり、あれ誰だっけ、はい、あ、そうか、さっきか、はい、では点数の方が出ました、お願いします、はい、では7位の方から発表していきたいと思います、はい、第7位、トマトとモッツァレラのジャリアーノ茶漬け、まあしゃあないな、17点です、それはしゃあないな、90点満点ですね、僕はこれに関しては000です、点が入ってない、0点、僕は001だった、あと俺が全部入れました、10点の優しい結構入れてくれた、そして第6位がカキピーとキムチのおじさんにぴったり茶漬け、あー残念でした、はい、そして5位、そんな低いな、しそのみとちりめんのあっさり茶漬け、宮沢じゅりちゃんと香川さやちゃん、困ってるね、あれ5位、51点ですね、そして第4位、濃厚トマトとホタテのチーズ茶漬け、うん、高田修ちゃんと上林秀夫ちゃん、うん、67点です、ね、そして第3位、こだわりのだしネギと明太のピリ辛茶漬け、山根千佳ちゃんと、溝口めぐみちゃん70点、はい、うん、そして、あ、そうですか、
第2位です。はい、いよいよここだ、2位。第2位、接戦です、これは。え、75点。おぉ。チーキムベビスタおつまみ茶漬け。今でまいちゃんと田辺美希ちゃんでーす。ああ、そうですか。はい、ということは。ということは、1位は、鮭とエビ、春の桜茶漬け。77点。おーい、いや。77点。やつですね、2点差2点差ということで、そうですか、なんか意外だったんですか、そんな、まあそうなるでしょう、あ、そうですか、なるほどね、まあ惜しかったから、どれもそうですね、惜しかった、2点差2点差ですわ、2点差で来週は高翔また2週続けてと、そうですね、ね、文川遥ちゃんがね、我々前半のトークから参加していただきましょう、はい、お願いします、はい、ということで以上ヤンヤンガールトップメンさんのコーナーでございました、はい、はい、では残り時間でメールの方をご紹介していきたいと思います、いますはい、皆さんこんばんは、はい、こんばんは、そして腐ったみかんの皆さんこんばんは、ヤンヤンガールズに言ってるんですよ多分誰もこんばんは言わない、ラジオネーム真ん中くんですね、はい、さて僕がもういいって思ったことは、前期のヤンヤンガールズの上林秀夫こと小林彩奈さんが嘘みたいなエピソードを話すたびにもういいってと思っていました、それでも回を重ねるにつれてだんだん愛着が出てきて、その嘘みたいなエピソードを聞くのが楽しみになりました、確かに確かに、それがキャラっていうか、一時冷え切ってた時期があったね、もう嘘つくからね、もういいよ、電車でこんな人いたんだよ、そんなやついねえよっていう続きがありまして、うん、今期のヤンヤンガールズの皆さんにはそんなに愛着が湧きません、あれやはり加藤さんの言う通り出来の悪い子の方が可愛く感じるものなんですかね、逆に言うと皆さんが優秀だということです、なるほど、確かに確かに、あと数回ですが、僕が愛着が湧くようにヤンヤンガールズの皆さん頑張ってくださいと、あ、そこも大事だよね、いい意味で私ができちゃってるメンバーかもしれないですよね、できる仕上がってるんだよね、仕上がってるんですかね、仕上がってますね、ということですね、はい、わかりました、はい、メールは今日は以上になります、これだからもう残すところあと5回と本当になってしまいましたね、このメンバーで納得いってないんだよ、加藤さんが全然納得いってない、すげえ見てるんだ、まだチェックして、でもこれはでも3人の味覚なんでね、まあ、そうね、結構バラバラなんでしょうね、3人の味覚が、だからこれしょうがないですよ、だからこのメンバーでちょっとまだやり残してることとかもあるかもしれないんで、ここはちょっと皆さん宿題でね、これちょっと私頑張って、これはちょっともう披露していこうみたいな、残りも数少ないですから、頑張っていただきましょう、はい、はい、よろしくお願いします、さようなら、さようなら。